大塚にある豚山さんがですね、ご厚意でですね、ラーメンセットを送っていただけたんですね。ありがてえ。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ちょっと全員分あるということで、最高。汁なしセットを送っていただいたので、早速、作ろう。準備をしないと。さあ、ここから始めていきましょう。使うものは、こういった感じですね。すごい。いろいろ使っていきます。さあ、そしてね、どんどん短縮されている調理風景ということで、いきなり茹で上がる野菜。今回久々に茹で野菜で。入れていただいたからね、いいし。そうね。しっかりと、豚山さんのお手本でやっていく。うん、で、背脂はなかったんで自分で用意しまして、うん、匂い消しのために今回生姜を利用しているという感じです。こうすることによって豚臭さはちょっと取れていくんで、ください。さらに、豚山豚の汁と背脂を、ね、合わせていくんですね、うん、ちょっと背脂に味付けをしていきますね。これやっぱりこのブンブンがね、まあね、すごいやっぱり出番が出るよね。出番がほら有能、有能よ、うん、レギュラーですね。レギュラー化ですよこれ。本当に550円と思えないね。あ、そうか、550円ですよ。値段いましたよ。で、私2玉、そして瀬尾赤崎、1玉ずつ取って4玉。食いしん坊ね、あなた。食いしん坊、そうね。そして豚はお店のデフォルトだと1枚、1杯につき2枚入ってるよということで、私は大盛りをいただこうかなと思いました。で、1つ上の小豚にすると5枚になって、豚ダブルはなんと8枚も入るということで、ね、切った時ね、はい、まあ、最初の包丁が切れ味悪かったのもあるんですけど、はいはい、これね、本当に、あ、確かにね、うん、力入れ間違えるとちょっと崩れちゃうような、本当にホロホロで、ね、あ、つまみ食いしてた。何かが映りましたよ。さあ、そして、麺揚げで、ございます。すごい量だな、改めて見ると。うえー、さあ、ここでね、ゆっきりも参加していただいてますけど、赤崎さんに、ね、ゲスト的な感じがすごい。ずっといるんだよ。そして、私2玉なんで味噌ダレね、味噌ダレは今回2倍でいってますね。味噌の汁なしを食べようとしております、ね。そして醤油はね、赤崎瀬尾分ということで1杯ずつ、はい、入れてありますね。さあ、すごい。そしてこっから麺入れなんですけども、ちょっとやっぱりすごい重さでですね、もうトングがね、ちょっと曲がってしまうぐらい、ね、そう、まあ2玉分なんだけど、絡めてね、もう同時進行で奥がすごいな、奥が2玉だからね。こんなになるとは思いませんでした。思ってよ、なかなかの量ですね、これね。で、手前の方が器でかいっていう、ね、そうなんだよ、変なんだよ。ちょっとね、このショーで入りきらない量ですね、溢れ返ってますけど、まあ、混ぜるのも精一杯。すごい。さあ、そしていいですね、トッピングをしてもらいますが、野菜はそれほど増さずに、豚山さんの、まあ、イメージを忠実に再現していこうと。はい、あのメニューになってね。そう、で、僕は豚を、まあ、3.5 枚ぐらい入れてるのかな。うん、フライドオニオンもこれいただきました。知られましたから、これは良かった。うん、これも入れて、そして、自家製油ですね。自家製油、自家油もそれぞれ入れて、ニンニクも入れる。そしてこの後なんだよね、チーズ、しみ出しの油、しみ出しの油、ただチーズは有料トッピングなんで、これはお好みで揃えてくださいという感じですね。全員分今回は、つけております。あ、卵もいいね、入れます。じゃあ、こちらです。豚山汁なし味噌、麺に玉、野菜、ニンニク、油、そして粉チーズがかかっております。ね、先ほど言いましたが、デフォルトではなく粉チーズは50円プラスなんで、ちょっと真似してみましたということですね。そして、豚はデフォ2枚、僕のは、まあ、3.5 枚というか、まあ、計らずもちょっとほぐし豚になっちゃって ね、そうね、左側が少し、で、現在お店ではね、時間短縮営業、汁なしのみのお持ち帰りというのに対応しております。なるほど。さあ、早速行ってみましょう。豚ちゃん、ホロホロ通り越してトロ豚です。もうそうね、本当に、本当にそう、もう噛まなくてよかったもん。あー、いいねいいね、舌でこうすりつぶす感じでも食べれるぐらいの。それでもいけちゃうね、草食動物でも食えるから。確かにね、肉だけどね、まあね、5時間煮込んでるということでね、ホロホロさんになるんだね。左行っちゃう、行きます。汁なしには必ず1個卵黄がついてきますね。
で生卵を追加する場合もこちら50円で出せますので、お店ではどんどん出しても OK でしょう、ね。粉チーズも絡めると、ね、まるでシーザーサラダ。おっと、やんなことした後ろで知らなかったわ泳いじゃってましたね、チーズの海の上でね。まあ、チーズサーフィンの次はですね、麺です、ね。麺、味噌だれの粘着がもうすごいから、もう重みが一気にいく ね、なかなかひっくり返ってたもん。よいしょこの時点でね、この味噌の香りがもうすごいから、ね、食欲をかきたてる、さらに唐辛子が入ってるんでね、ちょっとピリ辛な味噌なんですね。そうなんですね。夏とかにすごいいいのかなと。確かに。これからの季節、汗かきながらね、汗かきながら、ふうふういながら、で、オーション麺仕様なんで、ただでさえわしわしなのに、この味噌が絡んで、文学的にはだと言うのにまあ確かに、言葉に、ね、F オニオン来ましたね。F オニオン、フライドオニオンです、ね。さらにテロップには FO と書いてありますけど、まあ全体的にね、油っ気ドロリとしがちなんで、サクサクした食感がね、その後来るのはいいことでしょう、ね。フライドオニオンは、ぜひとも使ってください、ね。そしてニンニク、今回青森産のを使っております。青森産のセルフですよ、ね。セルフです。はい。まあ、青森さんはもう置いとくだけですごい香りなんで。置いとくだけで。ぜひこだわってください。はい。さあ、そして。みたいな。来ましたよ、麦茶。来ましたよ。麦茶は大事よ、本当に。来ましたんだろ、これ。さっぱりとしたものを途中で挟むとね。自家製麦茶。自家製麦茶です。実はコーラです、しかも。そして黒胡椒。おっと、激しくいきましたが。いいね。チーズ黒胡椒で。そうなんです。いくんです。粉チーズよりもですね、うまい。なぜなら、ちょっとね、こうスライスだととろける感が味わえるということで、まあ、食感がいいですよね。そう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 、うん、まあ、粉チーズとの違いも味わえる。はい。おっと、何かをひらめいた。ああ、ね。ここでお酢ですね。まあ、お酢と味噌の組み合わせって僕実はそんなに今関係あの経験がないというか。なのですが、まあ、発酵食品同士なんで結構合いました。そういう理由なんですか。発酵兄弟ね、いいと思います。発酵兄弟ね、最後はさっぱりとね、食べてもらいましょう。ごちそうさまでございます。はい。さあ出ましたね、豚山さん、今回の節目数は 90.18 です。包丁と同じ高さだな。いい比較画像みたいになりましたけども。いやー、ご厚意でね、送っていただいた。いやありがたいっすよ。これはね、持ち帰りできるんですよね、はい、これを。そうなんですよ。この汁なしは、だからまあ、大塚近辺に住んでる方、用事があったら、ぜひとも立ち寄っていただきたい。マストで、マストで、お願いします、それだけは。用事があったらマストで。マストでお願いします。駒込の方ぐらいまでも OK かな。それは俺も決めるんで、それは、OK、あなたが決めることじゃないんですよ。そうですか。新大塚も OK、大丈夫。池袋池袋はちょっとでもな、あのピストバイクの人なら OK、OK、誰が聞いてるよ、全然 OK、 全然 OK、 あんた誰なんだよちょっと、というわけで言い忘れましたが、はい、この後ね、あの醤油の部門の2人の映像もやっぱりちょっと上げていくんで、味噌だけでなく、これ皆さんで上げて、そう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 、醤油の部分もぜひ見ていただきたいというところでございます、はいはい。豚山さん、とりあえず、1杯目大変惜しかったです、ごちそうさまでした。Thank you.